ウィスコンシン州会議事堂、ウィスコンシン州会議事堂は、アメリカ合衆国ウィスコンシン州の州都マディソンに立地する同州議会の議事堂。ウィスコンシン州議会の上下両院の議場のほか、州知事室、及びウィスコンシン州最高裁判所が置かれている。庁舎の高さは284フィート5インチで、ワシントン DC のアメリカ合衆国議会議事堂よりも3フィートだけ、低く。 マディソン市内では最も高い建物である。現在の庁舎は、ウィスコンシン・ジュン州時代から4代目となる庁舎である。ウィスコンシン・ジュン州最初の議事堂は、最初のジュン州都であったベルモントに建てられた木造の、もので、42日間使用された。この時召集された議会で、高級的なジュン州都に定められたマディソンは、構想段階であったため、建設が完了するまでは一時的に、 準州南部のバーリントンで準州議会を招集していた。やがて1837年、近隣のメープルブラフで採掘された石材と地元産のオーク材を用いてマディソンで建設を進めていた議事堂が完成した。しかし、この議事堂はやがて州政府の業務量の増大に伴って手狭になってきたため、1857年から12年の歳月を費やし、 連邦議会に自動庁舎のものに似せたドームを持つ新しい庁舎が同じ場所に建設された。この庁舎は1882年に南北のウィングが増築されたが、1904年2月26日に起きた火事により消失した。その後1906年に現在の庁舎の建設が始まり、1917年に完成した。建設費用は725万ドルであった。 庁舎の設計にはニューヨークの建築家ジョージ・ビーポストの設計事務所が当たった。財政上の制約及び州政府職員を早急に収容する必要性があったため庁舎の建設に当たってはウィングを一つずつ集中的に建設するという方法が取られた。この庁舎には合衆国内の80及び 合衆国外の6カ国から集められた43種類の石材が用いられた。外観にはバーモント州産のベテルホワイトというミカゲ石が用いられた。ロタンダにはミネソタ州産の石灰岩やノルウェー産のセンナガイは州中央部のウォーパカで産出された赤色のミカゲ石に加えてギリシア、アルジェリア、イタリア、フランスで産出された大理石が用いられた。また、 ウィスコンシン州産の見陰石は廊下にも用いられた。1920年には彫刻家ダニエル・チェスター・フレンチの手によるウィスコンシンという像が議事堂のドームの上に建てられた。この像は中空の制度性で表面には金箔が貼られている。この像は左手に高の止まった地球を抱え、右手はいっぱいに伸ばして州の標語である全身を示している。また、 頭には、州の動物である、アメリカアナグマが乗った兜をかを被っている。この像の高さは15フィート5インチ、重さは3トンである。1990年、ウィスコンシン州議会は、議事堂の景観保存を目的として、議事堂の周囲1マイル範囲内の建物の高さを制限する修正条項を可決させた。議事堂は1970年に、国家歴史登録罪に、 また2001年には国定歴史建造物にそれぞれ指定された。2002年には14年の歳月と1億5880万ドルの費用を投じた改修、修復工事が完了した。ありがとうございます。